さあ、番外編の6回目だね。なんで本編より回数が多いのかがようわからんけどな。まあ、今天気雨ですけど、その中でやってますよ。次、ここで、こっちでしょ。まあ、そうはなくてもいいか。別にね。まあ、連鎖があれば、なんだろう。時間は増えるけど、それ以外のメリットが別に大してあるわけでもないから。そういう意味では本当に、連鎖を無駄に意識してしまうと危ないっちゃうね。だよね、このゲーム。その時にはね、パズルゲって言っても、多分あらかじめ作っててゲームってのは自分結構苦手ですよ。どちらかというとね、パッと、気づいて、判断するというか、コツコツ、全然違うな、コツコツ進んでって、行く？てか、その場でパッと思いついて、パッと作るのが得意。でか、箇所もちろんそうじゃない、考え方。あれ？ゴミ捨てたんだけど、いいかな、別に。レベル上がったし。その右クリックと左クリック間違えそうで怖いなぁ。続かなくてもしょうがない。そこは諦める。ゴミないね。やった。じゃあこのままいっちゃおう。でも84まで行った時は本当に自分としてもよくここまでガクブルになりながらもやったなぁとは思うなぁ。あらぁ、レベル上がっちゃった。で、今日でしょ？おぉ、行けば。こっちで、あ、違う。あ、でもなんかそうだからいいよ。怪我の方見よう。怪我の方見で、違う、なんだろう。本命さんを思い浮かんだ方は重症ですね。なんて思ってたりするんですけど、そんなことどうでもいいよね。ちょっと待って、ゲージがなくなってる。あれ、本命全然ないじゃん。なんなの、これは。おーおー、間違えた。逆だった。逆のクソもあったものか。もう、そうか。ん？
おぉ。嫌なとこが動くと怖いな、これ。こっちか。あ、ゴミ出てきちゃったよ。どういうのゴミ捨てたいのか。なんかもう平気で20万は行くようになったな。平気でエンドゼロは行くようになってきた。ただ、レベル101の目はね、はるかにきつい。まだね、本当にレベル、本当にね、エンドゼロ目指す方がね、だいぶ楽。だいぶ楽。この打ち止めに挑戦してみて、すぐにそう思ったわ。こっちか。こっちで。あ、やべやべやべ。なんか見つからなかった、全然。こっちか。こうで、あれなんか違うとこ行ったことだ。おぉ、まずい、まずい。え、ちょ待って、本当にマウスが鈍くなるのは何だ、間違えたし。いや、ちょっと待って。ミスでやってたら死んじゃったんだけど。